って、あの時はすごい感動でしたね。あと天の川、天の川綺麗ですよ。本当に毎日見れて、なんでこんなに綺麗なんだろうと思う。あれはね、やっぱりああいうところにいないとわからないなと思う。日本では助かるのに、そこでは助からない、その場では助からない時に、もうごめんなさいするしかないんですよ。自分でもう見れない、ごめんなさい、私たちはあなたを見ることができません、直せませんって言って頭を下げた時に、彼らが言ってくれる言葉がすごいなと思うんですけど、ありがとうって言葉なんですよ。本当にピュアな気持ちで純粋に来てくれたことに感謝するっていう、その気持ちを私たちもらえるので、逆に私はああいう現場っていうのは 98% 辛いです。はっきり言って現実を見ることも多いし、で自分のできないっていうジレンマも知ることも多いですし、で 98% その生活環境も辛い。でも残りの 2% がその 98% を超える喜びを与えてくれるので、だからこそ次のまた現場に行きたいと思うんですね。それが私の場合は今回ミャンマーっていう地であって、そこでずっとやっぱり医療活動したいっていうことにつながってるんだと思います。その時から自分の中で自分の人生どういう形でもいいから、できれば医療として、医療従事者としてこのミャンマーでずっと携わっていきたいっていう思いを掲げたのが、このミャンマーファミリークリニックと再演の会を発起した一番の原因です。See